倒産しそうな会社からはネズミも逃げ出すみたいな言葉もあった気がしますが、立憲民主党はそんな感じなんでしょうかね。皆さん、こんにちは。ハニゃです。本日は2023年1月5日ですね。前回動画はうちのチャンネルっぽくない感じでしたが、どうだったでしょうか。で、先にこの動画の結論を申し上げると、逃した魚は大きそうだね。ということになります。 この動画では立憲民主党の岐阜県連が荒れている件をお伝えしたいと思いますので最後までご覧ください。では今回の目次はこちらです。では早速こちらの記事をご覧ください。こちらは CBC テレビの1月5日午後3時33分の記事ですね、見出しは。 独自、立憲民主党から全国最年少出馬の今井ルル氏、26歳が離党し、自民党推薦候補として春の岐阜県議選へ、1月8日にも野田聖子衆院議員らと面会ですね。えっと、立憲からしたら泣き面に鉢というか、やばいですよね。では中身も見ておきましょう。以下一便用です。 おととしの衆院選義阜国に立憲民主党から全国最年少の25歳で出馬した今井ルルさん26歳が離党し、 自民党推薦候補として今年春の岐阜県議選に出馬する方針を固めたことが分かりました。今井さんはその後、次の衆院選への出馬を目指し、立憲民主党支部長として活動を続けてきましたが、関係者によりますと1月6日にも立憲民主党に離党届を提出し、今年春に予定されている岐阜県議選に多治見市選挙区から出馬する方針を固めたということです。 自民党の推薦を得る方向で調整が進められていて、1月8日にも自民党の野田聖子衆院議員らと面会した上で記者会見を行う予定です。以下略。以上ですね。一応、今井氏の本人アカウントのツイッターインスタ、公式ホームページを確認しましたが、この件について特に言及はありませんでした。ですから今回の動画は、この記事が正しいという前提で話をします。 で、今井ルル氏っておそらくですが、立憲の岐阜からしたら、かなり将来が楽しみな人物だったと思うんですよね。現在、立憲民主党岐阜県連で副代表を今井氏はされてますし、また、前回の衆議院選挙で負けた岐阜国の総支部長もしています。記事にもあるように、本来は次の衆議院選挙で勝つことを期待されてたと思うんですよね。例えばこちらをご覧ください。こちらは岐阜ちゃんの記事ですが、 この記事によると自民党の現職議員と結構いい勝負をしてるんですよね。そして若さ、女性という立憲がアピールしたい要素が結構詰まってる方でしたからね。しかしその今井氏が立憲から離党して自民党の推薦を受けて岐阜県議選に出るって、先ほども見ていただいた通り立憲の公認を受けた衆議院選挙ではかなりいい結果を出していましたし、 そして、統一協会関係の話で、自民党が2021年選挙時より勢いがあるかといえば、多分ノーですよね。そんな状況なら、単純に考えたら、そのまま立憲で県議選出ても良さそうなのに、と思っちゃったんですが。で、この報道、を見た瞬間に、あれ俺なんかこの人の話記憶してるなって思ったんですよね。いや、岐阜県で前線したって話じゃなくて、別のことで。はい。皆さん覚えてるでしょうか 元国会議員で自分が議員時代に新幹線のグリーン車が乗り放題だったことを忘れられず自民党の国会議員の名を語って新幹線のグリーン車に東京から名古屋に向けて乗って最終的に名古屋駅で捕まった立憲の山下元議員のこと こちらをご覧ください。こちらは、朝日新聞2022年12月7日の記事ですね。見出しは。新幹線代もったいない JR パス悪用、元国会議員に執行猶を付け判決ですね。以下、一部引用です。現職の国会議員になりすまして JR パスを悪用し、新幹線のグリーン券などを騙し取ったとして、詐欺などの罪に問われた元国会議員、山下康夫被告、80歳の判決が7日、名古屋地裁であった。 森島裁判長は、国会議員時代に得た知識や経験を悪用した審議に戻る犯行と述べ、懲役2年執行猶予4年、休憩懲役2年を言い渡した。山下被告は衆院議員を4期務め、1998年から2010年まで民主党の参院議員を2期務めていた。閉廷後、山下被告は報道陣に対し、心から深く反省し、お詫び申し上げますと一礼し、地裁を後にした。判決によると、山下被告は3月から4月、 議員用の申込書を偽造し、東京名古屋間の新幹線特急券、グリーン券5枚、計42,900円相当を搾取。有効期限切れの議員用の JR パスを示して新幹線に乗り、運賃6,380円の支払いも免れた。 以上ですね。で、確かこの事件、山下元議員は結構長期間にわたって削除をしていたと思うのですが、まあ立件するのが簡単なものに絞ったのかな。まあ記事にあるように執行猶予付きの判決は出ており、そしてすでにこの判決は確定しています。で、この山下元議員、彼が2018年5月に立ち上げたのが立憲民主党の岐阜県連なんですよね。まあですからこの事件が起こるまでは岐阜県連の常任幹事もしていました。 事件発覚後、すぐに解任されてますけどね。で、この山下氏が今井ルル氏の2021年の選挙の時に応援に果てたんですよね。というか、選対本部長を山下元議員が務めてるします。そのために、今井氏はこの事件の直後、当時のツイートなどを削除。これが隠蔽ではって騒ぎにもなってましたね。まあ仕方がないとはいえ、自分が起こしたわけでもない事件でひどい目に遭った今井氏。2021年選挙の勢いを維持できないと判断したのかもしれませんね。 で、まあ今回の今井氏の判断に対してはいろいろ批判はありえますよね。自分と考えが違う政党にほいほい移動することは褒められたことじゃないです。ただね、良くも悪くも自民党って幅が広いんですよね。自民党の中でも考え方が結構違う。ある意味、芯がないような気もするが、懐が広いと言えるかもしれない。 また、立憲の参議院選挙後のごたごたも嫌になったのかもしれませんね。2021年の衆議院選挙後には執行部メンバーの半分を女性にしていた立憲民主党ですが、2022年参議院選挙敗北後には女性メンバーを減らしてますしね。また、その後の反撃能力問題でも何を言ってるのかわからない。 支持者についてもなかなかか難しいまあ自民党支持層も保守系と保守じゃないけど自民党支持層というのはありますから支持層自体がまとまってるわけじゃないですしちょっとやばい連中がいるのも間違いないと思いますよただ立憲の支持層の中には関わり合いになりたくないって層がいるよなって思ってしまういや二大正当性のためにも立憲頑張れって思ってる時もあった私でもあの人たちと同類に思われるのはきついと思ってしまったりも。 にしても今井氏が次の衆議院選挙を戦う自信を失ったのかもしれませんし本人の記者会見が待たれるところですがそそこそこ結果を出ししててていいた若手のの女性候補が逃げるっっは立憲にとって痛いでしょうね特に今現在皆さんもご存じの通り、まり、あ、岸田さんとしてはねまだ任期はそこそこ残ってるんですけども場合によったら今年の、ね、秋とか冬にも選挙があるんじゃないのかそんな風な噂も流れてますよね広島サミットの後とかね。 それこそ国民民主党の玉木雄一郎さんは今年のね、終わりぐらいには選挙があるんじゃないのかって思って準備をしてるって話もしていましたよ。そんな中で、せっかく岐阜の方で育てていた有力候補が消えてしまう。それはね、立憲民主党にとってかなり痛いと思いますし、 下手したら岐阜県連崩壊するんじゃないのかなそんな風にも思うんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね、皆さんの感想、コメント欄で教えてください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。明日金曜日は夜11時半からライブをする予定ですので、それもね、良ければご参加ください。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。